ナショナルバスケットボールアソシエーションは、北米で展開する男子プロバスケットボールリーグであり、30チームのうち29チームがアメリカ合衆国、1チームがカナダを本拠としている。また、国際バスケットボール連盟に加盟している USA バスケットボールのアクティブメンバーの筆頭であり、北米4大プロスポーツリーグの一つでもある。世界最高のバスケットボールリーグとされており、 世界中のスポーツリーグ全体で見ても屈指の人気と経済規模を誇る。1946年6月6日、ニューヨークで設立。設立当初はバーという名称だった。ライバル関係にあった NBL から数チームを引き抜いた後、1949年の秋に NBA という名前に改称した。NBA には各国に独立した事務所があるが、 すべてニューヨーク五番街のオリンピックタワー内にある本部の管理下にある。NBA エンターテイメントと NBA TV スタジオはニュージャージー州セコーカスに本部がある。アメリカ合衆国とカナダに全30チームがあり、東西2つのカンファレンス。さらに、それぞれ3つのディビジョンに分かれて、10月から翌年4月までレギュラーシーズン82試合が行われる。 その結果に応じて4月中旬頃からポストシーズンが行われ、そのカンファレンスごとの勝者が NBA ファイナルを戦い、最終的にシーズンのチャンピオンが決定する。夏のオフシーズンを経て、チームは9月下旬からトレーニングキャンプを開始する。トレーニングキャンプでは若手を中心に選手の評価を行う。チームの弱点、強みをスカウトし、シーズン開始に備えて、 選手補強を図り、12名のアクティブロスターと3名の控え、プレイヤーを揃える。キャンプ後には NBA 内のチームや大学や海外のチームなどとプレシーズンゲームを行う。NBA のレギュラーシーズンは10月の最終週に開幕する。レギュラーシーズンでは各チームは全82試合のうち41試合をホームで41試合をアウェーで戦うこととなる。 同じデビジョンの4チームとは4対戦で、合計16試合を、同カンファレンスで、他ディビジョンのチームとの対戦は、6チームと4試合、残りの4チームと3試合、合計36試合を、異なるカンファレンスの15チームとは、2対戦し、合計30試合を戦う。この非対称な構成は、チーム間に、スケジュールの厳しさに不均衡をもたらすが、NFL や MLB ほどではない。 5年間で同じディビジョンの4チームと80試合、同カンファレンスたディビジョンのチームとの対戦は180試合、異なるカンファレンスのチームとは150試合になり、スケジュールの不均衡がなくなるように調整される。レギュラーシーズン終了後、各カンファレンス内の勝率上位8チームが、東西それぞれのカンファレンスで4戦戦勝方式のプレイオフトーナメント、NBA プレイオフを戦う。 プレイオフではカンファレンス内の順位で組み合わせが決定し、それぞれ対戦する2チームで勝率が高い方に、一方のチームより試合多くホームゲームを戦えるホームコートアドバンテージが与えられる。各ラウンドは4勝したチームが勝ち抜ける。A、B、2から7位、C、D の組み合わせでファーストラウンドを戦う。カンファレンスセミファイナルは A、D、 bc で対戦し、それぞれの勝者でカンファレンスファイナルを戦う。両カンファレンスを優勝したチーム同士で行われる決勝は NBA ファイナルと呼ばれ、世界各地に中継放送されて3億人が観戦していると言われる。ファイナルもレギュラーシーズンの勝率の高いチームがホームコートアドバンテージを獲得し、ファイナルではホーム、ホーム、アウェー、アウェー、ホーム、アウェー、 ホームで試合が進められる。ファイナル終了後に、ファイナル MVP が選出される。NBA は、バスケットボール誕生から約半世紀後に創設された。創設の目的は、プロアイスホッケーに利用される、アリーナの空き時間を埋めるためであり、初代コミッショナーには、あるの会長であるモーリス・ポドロフが就任した。1946年11月1日に、 トロントハスキーズ対ニューヨークニッカボッカーズの顔合わせで初めて試合が行われた。1949年に NBL と合併し、ジョージ・マイカンが NBA 入りした。この時期リーグは大きな2つの変化を経験する。その1つが24秒ショットクロックの導入だった。NBL の吸収で17チームにまで膨れ上がった。NBA だが人気は停滞し、 1954年には8チームにまで減少した。このような状況を打破すべく導入されたショットクロックは試合のテンポを速くし、より娯楽性の高いものとした。もう一つの変化は黒人選手の流星だった。公民権運動が活発化する前の NBA は選手の大半を白人が占めていたが、1950年には NBA 初の黒人選手。 チャック・クーパーがドラフト指名され、1956年にはビル・ラッセルが NBA 入りし、1959年にはミルト・チェンバレンが新人にして、得点王、リバウンド王、新人王、MVP4 冠を達成した。1950年代前半はマイカン率いるミネアポリス・レイカーズが NBA 初の3連覇を達成するも、後半にはラッセル要する。 ボストンセルティックスがリーグを支配し始める。1960年代はセルティックスの時代だった。ラッセルをはじめボブ・クージー、ビル・シャーマン、サム・ジョーンズ、ジョン・ハブリチェックらを擁したセルティックスは名称レッド・アワーバックに率いられ、1958、59シーズンから65、66シーズンまでの8連覇を達成した。セルティックスがリーグを支配する一方で、 チェンバレンの1試合100得点達成などの大記録も生まれた。60年代末には参加チームを14に増やすなどしよう、約軌道に乗り始めたが、1967年にはライバルリーグ ABA が誕生した。1970年代でセルティックスの支配が終わり軍有拡挙の時代を迎え、全体的にビッグマンが活躍する時代となる。 70年代前半は大都市のロサンゼルスレイカーズとニューヨークニックスが3回 NBA ファイナルで対戦して人気を博したが70年代前半から中盤にかけてベトナム戦争の泥沼化などの暗い時代背景や薬物などの蔓延により NBA の人気は低迷しまた ABA との競争のための事業拡大はリーグ全体の質の低下を招いたカリーム・アブドルジャバーや ABA 出身のジュリアス・アービングらがリーグを牽引したが、人気の回復には至らなかった。どん底まで沈んでいた NBA を救ったのは、マジック・ジョンソンとラリー・バードの登場だった。両者のライバル関係はリーグを活性化させ、1980年代の NBA ファイナルは、ジョンソンのロサンゼルス・レイカーズとバードのセルティックスの、いずれかが争った。またマイケル・ジョーダンら次世代を担う、 スター選手らが続々と NBA 入りを果たしたのもこの時期でありである。リーグのクリーン化に力を注いだ第四代コミッショナーデビッド・スターンの尽力も大きかった。NBA の人気は加速度的に増していきチーム数は27にまで増加する。そして80年代末のバッドボーイズの連覇を経て NBA はジョーダンの時代を迎えることになる。1990年代には NBA 史上最高の選手の一人に挙げられるジョーダン率いるシカゴブルズがリーグを席巻し2度の3、連覇、6度の優勝を達成。ジョーダンと個性あふれる様々なライバル選手との熱戦は世界中にテレビ中継されアメリカ国内のみならず海外の NBA ブームにも火をつけた。そして NBA の世界的な人気を決定的なものにしたのが百九十二年。 バルセロナ五輪へのドリームチーム派遣であった。また、海外出身のアキーム・オラジュワンが2年連続でファイナル MVP を受賞し、カナダに新チームを立ち上げるなどグローバリゼーションが進む一方、90年代は選手の年俸が高騰した時期でもあり、ブルズが2度目の3連覇を果たした1998年には、それに対するロックアウトが起き、開幕が大幅に遅れ。 シーズンが短縮される事態に陥った。21世紀最初の王朝は、シャキール・オニールとコービー・ブライアントを擁し3連覇を果たしたロサンゼルス・レイカーズだった。またティム・ダンカン率いるサンアントニオ・スパーズも98、99シーズンを含む、計4回の優勝を果たすなど、2000年代の NBA は、ウェスタンカンファレンスに、 競合チームが揃う成功統底と呼ばれる図式となった。また、2000年代は海外出身選手も急増し、2002年、2005年、2006年の NBA ドラフトではアメリカ国外出身選手が1位指名を受け、0405シーズン以降3シーズン連続でシーズン MVP は海外出身選手が獲得しており、06から07シーズンには シーズン MVP とファイナル MVP を海外出身選手が獲得した。イリーガルディフェンスとはゾーンディフェンスが禁止されていた時代のルールでマンツーマンディフェンスを強制するためのルールである。ディフェンダーがマッチアップする相手とワンアーム以内の距離から離れて3秒経つとイリーガルディフェンスがコールされた。ゾーンディフェンス解禁後はこれに代わってディフェンス3秒ルールが設定され、 ペイントエリア内のディフェンダーが相手とワンアーム以上離れて3秒ペイントエリア内に留まるとディフェンス3秒がコールされる。ペナルティは同じく1フリースロー。2010年オフにマイアミヒートが FA でレブロン・ジェームズとクリス・ボッシュを同時に獲得し、ドーエイン・ウェードと共にスリー・キングスを結成し大きな話題となる。ヒートは直ちに競合チームとなり、 最初のシーズンこそダーク伸びつきを要するダラス・マーベリックスに敗れ準優勝に終わったものの、翌2シーズンはチャンピオンになり、連覇を達成した6つ目のフランチャイズになった。2010年代後半には、ステフィン・カリーとクレイ・トンプソンのスプラッシュ・ブラザーズを要するゴールデン・ステート・ウォリアーズが台頭。彼らを中心に大量の3ポイントを沈めるチームは NBA の戦術トレンドをも変えた。 なおこの頃のイースターンは、レブロン、カイリー・アーピング、ケビン・ラブのビッグ3を擁する、クリーブランド・キャバリアーズが支配していた。国際バスケットボール連盟ルールとは異なる独自の NBA ルールがあり、その違いから、オリンピック、世界選手権などでアメリカが苦戦を強いられる要素にもなっている。ただし、2010年10月から、五輪や世界選手権で2012年10月からは、 各国で、それぞれフィバルールが改正され、3ポイントラインが50センチ、下がり、ペイントゾーンが長方形になる。これによって、国際ルールと NBA ルールが近づくことになる。フロントコートズ3秒ルール拡張仮想レーンロアー、ディフェンシブボックスズタイムアウトの申請は、ヘッドコーチだけでなく、プレイ中ーボールを保持している選手も可能。ショットクロックは保持される。タイムアウトは、 ファウルゲームを仕掛けた際に残り試合時間のロスを防ぐなど、終盤になるほど、戦術的に重要なものとなる。インスタントリプレイで確認する。NBA オフィシャル TOR、BOSBKN、Nike5CHICLE デッド IND ミル、エイティルチャ MIA、オールワズダルホー MEM ノック SAS デン、MINOKC ポルタ。D I N D M I A, GSW 作法ラックラールある2015年1月にアメリカの経済誌、ホーブスが公表した統計によると NBA で最も資産価値の高いチームはロサンゼルスレーカーズであり26億ドルと算定されている。2位は25億ドルのニューヨークニックスである。NBA の1チームあたりの平均資産価値は11億ドルである。年間収入が 最も多いのは2億9500万ドルのロサンゼルスレーカーズであり、年間営業利益ではロサンゼルスレーカーズが最も多く1億4万ドルである。29チームが黒字経営、1チームが赤字経営と評価されている。05から06シーズンの前に合意した労使協定で運動能力を高めるために人体に強い影響を、 およぼす薬物を使用した選手に対する罰則を強化した。違反1回目で10試合、2回目で25試合、3回目で1年間の出場停止、そして4回目にはリーグから追放される。全選手を対象にシーズン中に4回ランダムに検査が行われる。NBA は157の放送局を通じて 214? の国と地域に43の言語で放送されている。テレビ放映権は全国放送やポストシーズンに限りリーグが管轄し、ローカル放送はチームが放送局と直接契約を結んでいる。そのため、レギュラーシーズン、ポストシーズン全試合の放映権を管轄している NFL と違い、チームによって放映権量収入は大きく異なる。 現在の放映権料は9億3000万ドルだが新たな契約で2016から2017シーズンから NBA の放映権料収入は年間約26億6000万ドルとなったアメリカ国内では ESPN と ABCTNT で放送される ABC はクリスマスゲームと年明けの土曜夜と日曜昼とファイナル全試合が TNT では 木曜夜と年明けからは火曜夜も含む試合とオールスターが放送されている。日本向け放映権は2017の18シーズンより楽天が独占放映権を取得。楽天では楽天 TV で週9試合日本語実況を行っていたほか NBA リーグパスを販売。また2019年は NCWA 男子ディビジョンアイバスケットボール選手。 県も放送されている。同社は同年9月30日からサービスを NBA 専用のオンラインプラットフォーム NBA、楽天に移行。ベーシックパス、チームパス、リーグパス、シングルゲームという4つの料金プランを設け、試合を配信している。かつては NHKBS1、富士テレビネクスト、テレビ東京、テレビ朝日、TBS、J スポーツ、 およびスカパージーサットで中継していた時期もあったが、NHK 以外は2010から11シーズンをもって終了となり、変わってそのシーズンからはワウワウで放送開始したが2017から2018シーズンで終了した。なおプレーオフ決勝の NBA ファイナルについては、双方とも生中継となっていた。2014から15シーズンから2016から17シーズンまで、 フジテレビネクストでも放送されていた。日本向けの中継の主な解説者現在過去2019年、現在 NBA ファン向けの有料サービスとして NBA TV がある。日本国内を含む世界各地へインターネットブロードバンド配信で NBA のレギュラーシーズン、オールスターイベント、プレイオフ、ファイナルのすべてのゲームを配信している。HD 画質で ライブおよびオンデマンドで、パソコン上の視聴が可能である。この有料配信サービスは、ナローバンド低解像度画像で、数年前に開始され、その後ハイグレード化された。ただし、放送はすべて現地で制作され配信されるため、音声は英語のみであるが、往年の名選手の解説を聞くこともできる。NBA の公式ウェブサイトの統計ページ、ボールの支配率、クラッチシュート数、 ポゼッションあたりのエフィシエンシー、プレイヤー、チームの比較などの統計情報のほか、NBA ボックススコア、シュートチャート、トップラインナップのコンビネーション、歴代 NBA プレイヤーの履歴などの情報が掲載されている。ドイツの大手ソフトウェア企業 SAP と提携し、高速データ処理プラットフォーム、SAP 花を利用したことで膨大なデータをリアルタイムで表示できるようになったことに伴い、 2013年2月から一般の NBA ファン及び報道関係者を問わず誰でも無料で利用できるようになった。ありがとうございます。